さあここからは節電の話題です。スタジオにはゲストです。田中愛さんです。はい、田中愛です。皆さん節電してますか？はい、よろしくお願いします。ちょっとなかなかやり方がねわからないので、ね、今日はいろいろと教えてもらおうと思います。はい、去年のね、ま、年末にもスタジオに来てもらいましたけれども、改めて自己紹介を。はい、はい、私資源エネルギー庁が全国で推進している節電プログラム促進事業を岡山香川の皆さんに PR するPR 大使として今日スタジオにやってまいりました。まずはこちらをご覧ください。不要な照明はスイッチオフ、冷蔵庫を開ける時間はなるべく短く、食べ物や服装を工夫して室内温度の設定を適切に。節電って意外と簡単。詳しくは節電プログラムで検索。はい、節電プログラムのテレビコマーシャル今流れております。報道もされていますので皆さんご存知かと思いますが、この冬も電力供給は逼迫する恐れがあるということで、政府も節電への協力を呼びかけていますよね。はい、最悪の場合こう停電になってしまうと日常生活にもこう影響が出ますし、深刻な問題ですよね。そう、最近のこの寒さを考えると停電っていう言葉想像するだけで、ね、ちょっと怖いですよね。怖い。なのでやはり一人一人の節電への協力が不可欠なんです。そこでこの冬多くの方に節電に取り組んでいただくきっかけになるようなお得な事業を今日はご紹介しにやってまいりました。はい、それは現在資源エネルギー庁が推進しているディマンドリスポンスの一環である節電プログラムです。中谷さん聞いたことありますか？ディマンドリスポンス聞いたことないです。ね、覚えて帰ってください。はい、こちら利用者が電力使用量をコントロールすることで電力の需給バランスを調整するという仕組みなんです。ここまで OK ということは節電をするっていうことですか？そうです。全体がどういう流れかご説明しますね。はい、電力会社が電力消費が増える時間帯などにタイムリーな節電要請を行うという仕組みになっています。そしてその要請に利用者が応えることでお得な特典が受けられるというのが資源エネルギー庁が促進している節電プログラムなんです。日本全体にとってもまた個別の電力利用者にとってもメリットのある取り組みと言えます。いや、私たちが工夫して特典がそれでもらえるんだったらやってみたくなりますね。そうですよね。その具体的にどんな特典がもらえるのかっていうのが気になりますよね。それが知りたいですよね。冬の節電プログラムに参加表明するだけで国の補助事業による参加特典として2000円相当の特典が得られます。表明するだけでいいんだ。そう、去年スタジオにお邪魔した時にこの参加表明今月12月末までですよというふうにお伝えしていたんですが、はいはい、なんと中国電力や四国電力など一部の電力会社で申し込み期限を今月末まで延長しております。まだ参加表明されていないという方も間に合いますので、ぜひご参加ください。その他にも電力会社によって達成度合いに応じた特典などさまざまなお得特典があります。このプログラムへの参加は簡単にできるんですか？とっても簡単です。契約している電力会社のアプリなどで自分が使った電力をチェックしながら節電の達成度合いを確認するという流れになります。それなら本当にこう気軽に参加できますよね。でも手軽です。まず皆さんにしてほしいことは、ご利用の電力会社がこのプログラムを実施しているかどうかを確認してください。そしてユーザー登録をしてください。ちょっと節電プログラム登録してみますね。はい、もう間に合います。お急ぎください。その他節電プログラムの内容や特典、実施している電力会社など詳しい情報は節電プログラムのウェブサイトに掲載されています。 RSK のホームページからも飛べますのでぜひチェックしてみてください。はい、節電してますかって言われてもはいって言えなかったんで具体的にこう何をしたらいいのかがちょっと分からないですよね。またね、PR 大使名乗ってるなら具体的に教えてくださいよという方もいらっしゃるかもしれませんので、ここからはすぐにでもできる手軽な節電について学んでいきましょう。もうすでにやっているよという方は一緒におさらいしてみましょう。まずはお部屋の照明です。はい、不要な照明を消すだけで節電効果はおよそ 4%、また消すとまでいかなくても照明の明るさを下げるだけでも節電効果がおよそ 1% あると言われています。結構効果ありますね。次にエアコンです。まずはやはり室内温度を下げることですね。節電効果はおよそ 2%、
温度下げると寒いという方もいらっしゃると思いますが、うん、その場合はこう厚手のセーターを着るなど、はい、服装を工夫して暖かくする、これも立派な節電です。今の時期だと ね、こうお鍋とか温かい食事で体の中から温まるということも節電になるんです。食べ物も工夫できます、さすが新田さん。またあのエアコンフィルターのお掃除も節電につながりますので、ぜひやってみてください。では次に冷蔵庫です。はい、冷蔵庫に設定温度があるという方、意外と知らない人いるかもしれない。知らなかったですね。中谷さん知らなかった。一人暮らし7年目なんですが、はい、知らなかったです。ぜひ帰って見てみてください。見てみます。今日から中に設定を変えて冷蔵庫の冷やしすぎを避ける、うん、また扉を開ける回数を減らして開ける時間を短くする、食品を詰め込みすぎないようにするということも節電につながります。節電効果およそ 1% です。食品減らすの大切なんですね、うん、あのフードロス削減にも、ね、つながりそうですよ ね、 ね。そして最後はテレビです、はい、つけっぱなしはしない、電源オフっていうのはもちろんですが、はい、あの省エネモードがあるテレビありますよ ね、 ね、画面の輝度を下げることで節電効果およそ 1% になります。意外とどれも簡単にすぐできそうですね。そうなんです、うん、無理して何かを大きく変える必要はありません。ちょっとだけ意識して生活をちょっとだけ変えるだけで節電になりますので、うん、ぜひ皆さん今から試してみてください、うん、いや勉強になりました、はい、電気はお得に賢く使う時代になってきてるんですね、うん、ぜひ帰ったら冷蔵庫を見てみてください見てみますも、節電そこから一つ一つは、ね、とっても小さいことなんですが、皆さんが協力すれば電力の安定供給に必ずつながります。ぜひ節電ライフをやってみませんか。そしてもう一つ大事なことがあります、はい、参加表明するだけで国の補助事業による2000円相当の特典が付与される冬の節電プログラム、中国電力や四国電力など一部の電力会社では参加表明の締め切りを延長して来週1月31日まで受け付けています。残りわずかとなっておりますので、ぜひお急ぎください、はい、節電プログラム事業 PR 大使の田中愛さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。